熊本ラーメンの特徴は何といってもまずスープは豚骨スープ、豚骨をグツ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 何時間も長い時間をかけて煮出してスープを取ります。そのスープとマー油のバランスでできているスープに中太の麺が絡んでとっても美味しいラーメン、その一番最初のお店がここ熊本です。熊本で誕生して今世界14の国と地域で愛されているラーメンです。その原点の味をこの熊本で食べていただければなと思います。 I'm waiting for you 熊本、待ってます。 See you。